シャス七日です。今回はこちら KN 使っていくんですけど、今日はちょっとねコールオブデューティーの今までのコールオブデューティーとこれ、今のコールオブデューティーちょっとねお話をしていきたいかなと思います。まあ民度とかね呼ばれる部分なんでしょうかね。これはねちょっとジャンル分けが分かんないんですけれども、昔のコールオブデューティーと今のコールオブデューティーでみんな考え方変わったよねっていうところなんですよ。まあ、何が変わったかっていうと、まあ、大部分今のコールオブデューティーの話したら多分分かりやすいと思うんだけど、勝ち負けみんな大好きになったよね。もうなんか勝ちか負けかっていうところにすごくこだわりがある人たちがこう圧倒的に多いんじゃないかなって僕は思うようになってるんですよ。昔のコールオブデューティーじゃあ何がどうだったのって、今の勝ち負け以外に何があったのって話なんだけど、まあ、分かりやすい僕の BO2 までの世代とかだったら多分ねフィードとかそういうねもので何でしょうね、勝ち負けではなく動画の、まあ、試合の中の一部分のベストプレーを集めてそれを作品にしていた頃があったんですよ。でそれがかなりね盛り上がっていた時期が、まあ、あったんだよっていうのがまずそれとかで、そのちょっともっと前になると、まあ何でしょうね、それぞれみんながなんか別に動画のためにやってるとかじゃなく、その一試合一試合何かをしようっていう結構勝ち負け以外のなんか目標みたいなのがあった時代が、まあ MW2 とかそういうところ、それ以降もっと前とかね、ワールドアットウォーとかもそうだったかもしれないけど、だからガチ勢と何でしょう、エンジョイ勢って言葉皆さんね久しいかもしれないですけど、そういうなんか派閥じゃないんだけど、まあ勢力図があったわけなんですよ。で今のコールオブデューティーってじゃあどうなのかっていうと、エンジョイ勢がマジでいなくなった、ガチ勢しかいないコールオブデューティーになってるよっていう、そういう話ですね。でじゃあそれで結果どうなったかっていうと、まあ昔よりかは盛り上がってないよねっていうところはあるんですよ。だから競技シーンでいうとガチ勢のやっぱりもうなんか最たるものですから、そういうところは昔からね、まあ、自分たちで例えばこの武器はちょっと強すぎるから自分たちでオリジナルルール決めてやろうねみたいな、最悪ルールみたいな、そういう形のね特殊ルールを設けて武器縛って何の武器でも OK の戦いじゃなく縛ってやってみたらどうだろうみたいな、そういう雰囲気になっていったのがこうどんどん巡り巡って一周回ってくるっていうのが面白いですけどね。最初は自分らで決めてて、で運営任せてたんだけど、最終的にまた自分らでルール縛ってやってるみたいな、そういうところがあって、まあガチ勢たちはそれでやっぱりねかなり切磋琢磨して盛り上がってるんだけど、ただエンジョイ勢の人たちってじゃあどうなんだって話なんですよ。昔それこそなんでしょうね、その BO2 らへんかな、そこらへんの雰囲気で考えると試合の先般ちょっとみたいなムーブがあったんですよ。まあ動きがねちょっとなんかめちゃめちゃナイファーとかスナイパーでこうねなんか先般こいて、それでなんかどうのこうのどうなのみたいな、俺らはガチでやりたいのにみたいな、そういうなんか戦いがあったわけなんですよ。でそれがまあだいぶこう今となってはそういうプレーも見られなくなったのかな。まあ一部いると思うんだけど、昔に比べたらだいぶ減った、っていうところで見ると、なんかちょっとって思うことがあるんですよ。まあ僕がなんかちょっとなって思うところは、例えば何の武器でもいいからもうとりあえずトップ取れたら OK みたいな風習っていうのが昔はなかったんですよね。それこそ今のなんでしょうね、縛ってやってる大会みたいな感じで、ある程度なんかまあ戦い方に縛りがあったんですよ。例えば街とかでね一切動かないようなプレイをするのはダメっていう、そういう流れがね昔はあったんだけど、だんだんねそれがこう緩くなっていって、まあそのダメっていう人たちよりもやってる人たちの方が多くなってくるっていうのは、まあコールオブデューティーが有名になったっていうことなんですけど、まあ有名になってくるにつれて、ああなんかこういうプレイもいいじゃんみたいな、でもお前ら負けてんじゃんみたいな、そういうところでね動画の撮影とかもあったりとか、まあなんか試合とかもあり、なんかやっぱりよりね、なんでしょうね、勝ち負けに対するこだわりが強くなっていったんですよね。そうなって今のコールオブデューティーになっているというわけなんだけど、まあ僕はどっちかというとガチっていう思考の中にも少しカジュアル性を持ってやりたかったんですよ。例えば一番強い武器で、例えばソードフィッシュでやるような試合よりも KN でやった方がいいじゃんっていう考えなんですよ。これの違いがちょっと意味が分かんないって思う人はもう多分なかなかねあれかもしれないですけど、2番手3番手ぐらいの武器でやった方がちょっとなんか張り詰める感じはないのではというなんかね、そういうなんでしょうね、
僕は昔からそういう考えだったんですよ。まあ KN も十分強いんだけどね。ただそういうソードフィッシュとかそういう SG のストロボとか、まあそういうなんかなんでしょうね、極限な武器たち、クロスボウとか使ってやってそれで勝利することが何よりも楽しいっていう、その考えがまあ最近のコールオブデューティー増えてるなって僕は感じるんですよ。どうでしょうね。まあこの考え方自体がどれだけ人がどれだけいてどれだけいないか知らないんですけど、まあ肌感感じる限りではやっぱりなんかみんな勝ちっていうことにすごくこだわって、武器のその過程とかっていうのにはこだわりがね、どんどんなくなっていったのかなって最近のコールオブデューティーは思いますね。でずっと前というか、それこそまあなんだろう、e スポーツとかそういう話が出てくる前ぐらいはそんな流れというかそんな色は全然なかったんだけど、やっぱまあ時代の流れでしょうね、そこら辺は。でそれで結局今 BOCW みたいな感じになってるのかなって個人的には思いますね。だからそこら辺ね、いい流れか悪い流れかは分かんないけど、そういう変化があったっていうね。僕はね、BO2 よりももっと昔の MW2 が一番なんだかんだそのバラエティには飛んでいたなっていう、武器のね、武器というかなんか使う人たち、何をする人たちっていうのがいろいろな人たちがいたなっていうのがピークで、そこからだんだん減っていって、で BO2 でかなり何でしょうね、分けられた感じはしましたけどね。そんな感じでしょうかね、流れ的に言うとね。まあかなり何でしょう、競技シーン、まあやっぱりゲーム会社的にはやっぱ収益となるのがカジュアルで、例えばねナイフ縛りやってる人たちに1位2位なんてつけられないから、それこそ戦って白黒はっきりつけてくれた方がね、そういうの賞金だったり優勝だったりっていう、そのなんか項目が出しやすいわけじゃないですか、っていうところはしょうがないと思うんだけど、これ結構その FPS の中でちょっと課題なのかなって僕は思ってて、 BF とかってあれ別にそういうのがまだ色濃く出てないじゃないですか。例えば BF の最強装備しか使ってないような部屋になるとかって、一色で染まる、その武器だけで一色で染まるってことってまあそんなにないイメージはあるんですよ。でも最近のやつやってないんでわかんないんですけど、でそれで今度出るやつも結構そういうなんか競技っていう色を出さずにカジュアルにこう、まあなんでしょうね、なんでしょうね、プロモーションとか出してたから、結構そういうのが今のコールオブデューティーにないから、ちょっとみんなのなんか昔のなんでしょうね、良さ、昔のゲームの方がみたいな、そういう声がちょっとあるのかなって思ったりしますね。昔と今とで結構だからプレイヤーが変わったんで、ミンドっていうところで言うと、なんて言ったらいいんだろうね、そういう露骨な悪態をついたりとかそういう人たちっていうのはもう消え去ってないんだけど、ライトな人たちは減ってって、なんかヘビーな人たちしか残ってないようなイメージですね。簡単に言うとなんか負けて、もう負けた最後に VC つけて文句言って終わるみたいな、まあ、APEX でもよくあるんだけど、だからそれを最初からなんかもうペチャクチャ言う人って圧倒的に、まあ、BO2 からそうだったんだけど、減り始めてて、昔はね、もう始まる直後から結構いたんですよ、そういう人たちが。っていうのもね、 VC も減ってって、本当カジュアルにやってる人たちが減っちゃったなっていうことをね、やっぱ痛感するんですよね。それこそコンバーターとかが出てきたのもそのあれですよね、やっぱ勝ち負けにこだわってるからでしょうね。まあ彼らさすがにね、ナイファーやりたいからコンバーター買ったなんて人いないでしょうし、コントローラーでやること諦めて、でそれでね、チートデバイスに手を染めてでも勝ちが欲しいから買ってるって相当なね、ものですよ、普通にコントローラーでやってる僕からしてみれば。なのでそこら辺やっぱり、勝ち負けっていうところにだけ注目が浴びてしまってるなって思うんで、まあ、僕はこの流れはちょっと先ちょっとどうなるんだろうっていうところがあって、もうちょっとなんか、カジュアル路線っていうのをもう少ししてほしいなって思いましたね。もう特に BF のトレーラーからめちゃめちゃちょっと影響は受けてます。あれはなんだろう、今のなんかこうよどんだというかよどんだってなんだよどんだなんかこう流れを変えてくれるような、なんか
新しい風って言ったらあれなんだけど、そこまでの風かわかんないけど、うん、今までの FPS って本当になんか実力主義の勝ち負けしかなかった FPS にそういう楽しみもあったなって思い出させてくれるっていうのは結構衝撃的で、そういうことがやっぱコールオブデューティーにもいるんじゃないかなって思いますね。だから個人的にフォートナイトとかで言えば、今のフォートナイトよりまあ、始まって1年ぐらいのフォートナイトの方が楽しかったみたいなね、そこら辺ですよね。ティルテッドタウンとかあそこら辺ができるぐらいまではちょっと楽しかったけど、それからちょっとなんかみたいな編集バトルになってすごい競技シーン意識し始めてちょっと面白くなくなってきたのと同じって感じなんですけどね。だからコールオブデューティーもちょっとね、そこら辺今年のタイトルとかそういう情報一切まだ出てないけれど、どこの会社が作るかぐらいしかね、スレッジハンマーしか出てないんだけど、ちょっとねそういう層を取り戻してほしいなって思いますね。やっぱりゲームっていうのはあくまでも娯楽部分がなくなってしまったら、それは本当にゲームのなんだろうな、息抜きにならなくなっちゃうので、ぜひともそこら辺どうにかしてね、別にインフェクテッドじゃあポンじゃなくて、そういう雰囲気作りをちょっとしていただいたらいいのかななんて思いました。というわけで今回はちょっとね、コールオブデューティーのちょっと真面目な話でございました。はい、皆さんがどういう風なものを次回作に期待してますかね。ぜひともご意見よろしくお願いします。この話面白いと思った人はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな。あれ、おい、あーいいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜ。これ待って、これいつまで続くんだこのかもしれんけども、おーおーって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。